突撃隊幕僚長は国家社会主義ドイツ労働者等の準軍事組織である突撃隊で用いられていた階級及び役職である。ドイツ国防軍の階級では上級大将に相当する。1929年、突撃隊の急速な拡大を受け、突撃隊最高指導者を補佐する職として突撃隊幕僚長が設置された。当時の突撃隊幕僚長は、 階級ではなく、単なる役職であった。オット・ーバーゲナーは、フランツ・プフェファー・フォン・ザロモン突撃隊最高指導者の下初代突撃隊幕僚長に就任する。1930年8月12日、ザロモンは突撃隊最高指導者を辞した。その後は、アドルフ・ヒトラー自らが突撃隊最高指導者を兼務し、突撃隊幕僚長に突撃隊の実質的な、 実務をすべて任せた。1931年1月、エルンスト・レームが2代目突撃隊幕僚長に就任した。1933年、アドルフ・ヒトラーが首相に就任した後、レームは突撃隊幕僚長に突撃隊階級の最高至る地位を定めた。1933年12月1日にヒトラーは、レームを無人諸将に任じた。 1934年、レームは長いナイフの夜事件によって殺害され、ビクトール・ルッツェが三代目突撃隊幕僚長に就任。1943年、ルッツェは自己死し、ビルヘルム・シェップマンが四代目突撃隊幕僚長に就任。1945年の敗戦で、ナチスドイツが崩壊すると突撃隊も解散され、突撃隊幕僚長の階級及び役職は、 廃止された。役職としての突撃隊幕僚長に階級賞はなかった。1933年、レームにより階級としての地位と共に階級賞が制定された。1934年には新英隊全国指導者のエリ賞と類似したデザインに変更された。歴代突撃隊幕僚長は以下の4名である。ありがとうございます。